物価高に対策です。札幌市は子育て世帯に1万円の給付金を支給するほか、全世帯を対象に水道の基本料金を2ヶ月間無料にします。札幌市は物価高騰による家計の負担を軽くしようと緊急対策を行います。まず子育て支援として、18歳以下の子どもがいるすべての世帯に子ども1人当たり1万円の臨時特別給付金を早ければ10月に支給します。また水道料金について、すべての世帯を対象に10月と11月分の基本料金合わせて2904円を無料にします。通常水道料金は半数近い世帯が基本料金内に収まっているということです。緊急対策の補正予算案は来月からの臨時市議会に提出される予定です。